みなさーん坪井のりおでございます 柳木陽美です。はい。さあ、いやあいろいろね。はい。勉強させてもらいました。ねそうですね。うん、みんなでいろんなことを考えておりますけど、これまで子ども食堂ってどんなもんなんだろう。そして子ども食堂はどんな活動をしてきたんだろうってみんなでね、はい、いろいろ話し合い、そして考えてまいりました。ただあの立ち上がりがね早かった子ども食堂も、うん、これあの。 活動歴っていうのはまだ10年くらい10年未満ですよ、はいね、で順調に回り始めた子ども食堂なのにでもこのコロナ禍杉崎さんどうですかはい、去年の3月以来ですね、うん、普通にご飯をみんなで食べるっていう活動はもう断念をしまして、うんうん、食料品を地域の皆さんにお配りするっていうスタイルで、うんえー、活動を変更しました、うんうん、初めはそんなにね反応はなかったんですが、うん、もう1年以上が 過ぎてえー、本当にたくさんの方から待ち望まれてるっていうことになって大きく変わってきたなっていうふうに思ってます。で,すでも見ていてあの皆さんの力も大切でね民間の力も大切ですけどやはり行政やいろんな力大切でですすよねそうみんなの知恵と力を集めてよりこれを着実に多くの方たちに、えー、つなげていく。 そんな活動が今求められているのかなと思っております。すね、はい、姉さそれでは今日はここでですね。はい、大村秀明愛知県知事にお越しいただきました。はい、どうぞよろしくお願いいたします。どうも知事ようこそ。ようこそよろしくお願いいたします。ええ、ね、知事にはあの三月のね、はい、東日本大震災から十年という。ウェブ特番にもその時に。 わざわざ来ていただいて、ね、あの県が取り組んでいる防災のお話もしていただきましたけど、はい、今日またテーマはそ、ね、さんととは違いますよねこのところだから解禁賞ということですかねこのシリーズはねいありがとうございますいよろしくお願いします,あますさあ今今日ずっと私たちがこれ取り組んでおります子ども食堂というこの広がりについて知事はどんなお考えでございましょうか はい、あのども食堂はです、ね、やっぱりあの地域であの子どもたち、まず居場所を作るということがで、はい、が一番大きなポイントかと思いますが、うん、そこで、ね、やはりあの、えー、多くの皆さんご,ご奉仕で、ね、あのあ集めていただいたものをみんなで地域の人と一,一緒に食べるということで、ね、本当にあの有意義な活動だと思います。うん、で愛知県はです、ね、ちょうど4年前、2017年6月に調査を始めたときに、うんはい、県内で56カ所だったんです。はいはい それがですね、まあ、その後こ,これではちょっと少ないなということで、まあ、あの杉崎さんはじめですね多くのこう皆さんがこうネットワーク作っていただいて、まあ、それはあの我々県も一生懸命後押しさせていただいてですね、うんえー、今年の5月ちょうど4年経ってですね224箇所でね4倍になった、うん、これはね多くの皆さんの,、ね、あのご協力のおかげだというふうに思ってます、はい、でそうしてね、4年で4倍になったというのは本当すごいことだなと思いますけども、うんうん ところががそれが、ね、さっき矢野さんも言われたように、はい、あのこのコロナ コロナでですねななななかなか集まれなくなった特にあの水咲さんも先ほど言われましたがみんなで集まって食べるというのが、ねうん、できなくなったということだこれはあのなんとか、ね、あのしたいなということで、まあ、後ほど申し上げますが、うん、我々は子ども食堂で使ういろんなあのコロナ対策の,です、ねあのえー、こういったあの仕切りとパーティションとかですねあとまあパネルそれからあのあのこういう消毒薬とかい、ね、ろんなものをこう、ね、補助する制度も、ね、作りましたので。うん まあぜひそうしたものを活用していただいて、まあ少しずつでもこう再開をしていただくとありがたいなとそういうふうに思ってます。はい、はい。今もちょっとお話の中にありましたけれども改めて愛知県というのはその子ども食堂を応援するためにどういう取り組みをなさいますかというのは改めてちょっと聞きたいと思います。はい。あの子どもたちがですね、まあ特にあのこの何年間子どもの貧困問題と言われてます。で我々も県独自の調査もね4年前やりました。まあ確か愛知県は全体的な平均所得が高いのでその割り 全国の半分ぐらいなんですがそれでも、ねえー、愛知県でやはりあの貧困家庭にいるという子どもたちが、えーまあ、高校生まででまあ7万人ぐらいいるというまあ推定もあります。ということなのでちょうど2年前に、えー、子どもが輝く未来基金というのを作りまして、ねうんえー、子どもたちの例えば施設に入っている子どもたちがまあ18歳で独立するときにこう、えーまあ、例えば部屋借りたりなんかそういうのをあの準備金のご、ね、支援したり、えー、大学に行くときに大学の受験 <laughs> 受験の時の時費用だとかあとあの入学金だとかそういったものも補助したりというのもやれる中で子ども食堂の応援という、うんえー、補助事業もねこれメニューも作らせていただきました、うんえー、例えばあの子ども食堂を、ね、作っていくときに最初にあの用意する調理器具とか食器だとか、はいろんな備品を買うお金を補助したり、はい、あとまたその子ども食堂で学習支援を、ねうんえー、やるときの参考書だとかあの本だとかを買う。 の補助したりあと、さっき申し上げたあのコロナ対策でえ飛沫防止パネルだとか体温計とかねあとあのうん消毒液だとかそういったもう物品買う,買うようなものも補助したりそれもねあのも県としてあの補助メニューを作りましたのでまあそういったことをでまあ引き続きね応援していきたいというふうに思っていますま。 大事なのは現場で頑張っていただいている杉崎さんのようなね現場で頑張っていただいている皆さんが作るこうネットワークなんでえその皆さんのねネットワークをわれわれしっかりとえまた引き続きねあの一緒になってえやっていきたいし一緒になって応援していきたいなとそういうふういふに思ってます,す、ね、人と人がこうやってつながるためにはねこう力がある人熱がある人こうこう集まってもらうんですけど必要なものが要件知事のところにありますからそれをね知人の立場で。 知事も小さい時は近所のおばちゃんたちにこう助けられたりとかしました <laughs> まあ私田舎ですからね、うん、あの隣近所で、ね、よくあれですねあのお昼とかあの友達で食べるとあましっで、うん、<laughs> そういう時にやっぱり自分の家だけじゃなくてあの、まあ、お同じ地域で、まあ、あの隣近所それはそれぞれ家庭でやっぱりその流儀が違いますんでね、うん、まあそういうのはやっぱりあのなん,かなんていうかね社会,社会 のなんか窓を見るような感じもありましたので、うんうん、ですからのこ、こういうことで、ね、子ども食堂でこう、うん、いろんな、まあ、子どもたちも集まってワイワイやるのも大事ですけどもそこに、ね、あのい,ろいろんな経験を持った大人の人が来て、ね、<れ>こうまたワイワイやっていた、うん、まあこういうのが、ね、やっぱりあの子どもの成長には大事かなととても大事ですよね。 まあですがそういうのがね、そういう日常をね早くね早く取り戻したいねと早くあの日常を取り戻して子供食堂でねあの子供たちの笑顔をね早く見たいなというふうに思います。何でもいいことを愛知一番にしてね。はいわかりました。今日お忙しいところはいあざあざ来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。愛知県知事でした。ありがとうございました。 とというようよな、ね、ことで、うん、あの僕も今感じてました「うん、あ,あそうかこういう支援こういう支援」こういう支援ということでしたが,、えーね、えいかがだ杉崎さんなんかどんななうににお聞きになりましたですか、うん、そうですすかそねあの6年前ですね私たちが始めた時には愛知県も数が少なかったっていうこともありますし補助制度も本当になかったんですけれども。はい みんなの声と力で本当にあのそのきちっと答えていただいて、うん、今では開設資金学習の支援、うん、それからコロナ対策というふうに年々ですね拡充していただいてるんで、うん、またさらに、うんえー、バックからね支えていただくっていう力を 発揮していただきたいなと思っております,そうです、ね、行政の得意分野をやっぱり、ね、力発揮してもらうと、うん、そうするとやっぱり世の中の皆さんもあいいことなんだね。どんどんこれは参加していこうって集まってきてくれるようにしますね,、うん、ううすね民間は民間行政は行政で力をこう出し合っていきたいなというふうにね。うんうん、ねあ何でも行政じゃなくて、うん、私たちでやれることはやりながらで行政はそのいいことに対してはきちっと バックから支えるっていうその連携が今一番これからの社会で必要じゃないかなって私は思っておりますなんかねそこは強いんですよね、はい、なんかほら行政やらんでほらわしたらもうやれへんみたいなじゃなくて <laughs> ね自分たちは頑張るでもそっちもやってっていうね一緒にですねはい、はい、ありがとうございます、ね、はいさあここからははいはいこの方ですね、えー、私たちも本当に強い味方ですねはいはい ご紹介しましょう。中日新聞論説委員、井和さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。うんうん 毎回私たちがやると解禁症ですそうですそうです飯尾さんがおるだけであったかいんですよ私安心できるいやいや安心できるどうぞよろしくお願いしますお願いしますお願いします。さあ皆さん今度はですねうん、うん、日本で一番子ども食堂を見てきている人なんですね、はい、全国子ども食堂支援センター結び江理事長湯浅誠さんにお話を伺うんですが杉、はい、崎さん湯浅さんはどんな方ですか 岩浅さんは本当にあの長い間先駆的にあの貧困問題に取り組んでいらした方であの内閣官房参与とかそういう住職もやられた方ですけれども私たちにとっては本当に子ども食堂の頼りになる子供食堂博士みたいな方ですね、はい、杉崎さんは母ちゃんですけども、ね、博士でんかいろんなね調査もされているということで、うん。うん さあ、湯浅さんとつながっています。湯浅さん。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ますこういう方なんですね。す <laughs> ね、ズームで繋がりましたけど、あの湯浅さん、私たちね、これまでにいろんな子ども食堂のお話を聞いてきたんですね。で、湯浅さんのあの結び絵では、全国の子ども食堂を調査して。情報とかデータなどが集まってきていると思いますけれども、あの、はい、湯浅さんのね、えっと、これです。 はい、各地の子ども食堂を直接見に行かれてそれぞれのエピソードを本にまとめられたりとかして、うん、もういっぱい読みましたこう勉強になりますねままあっちこっちほい,、うん、いで偉い人とは思えんこう読みやすいね、はい、<laughs> 分かりやすいここ数年で本当に子ども食堂があの増えてるんですけれども、うん、ねコロナ禍になってはやっぱり苦労されてますか そうですね、あのやっぱみんなが集まるのはやっぱり密になるから避けなきゃいけないっていうですね運営者の方たちも思うし周りの人たちがです、ねうん、今、こんな状況なのになんで集まってんだっていう目で見られることもあったりして、うん、なかなかその、うん、お一度に集まってみんなで会食っていうのはやりづらい、うん、え雰囲気があるんですけど、うん、まあそれでも皆さんなんとかつながり続けようと頑張っておられるので。うん まあ既にお話出てるかと思いますけど、食材配布とかお弁当配布とかね、うんえー、そういうことをしながらまあ何とかつながりを途切れさせないというふうに頑張ってらっしゃる方もたくさんいます。うん、でも本当になんかさまざまな子ども食堂があるんですね。うん、はい、本当に様々でまあカレー屋さんみたいなもんだって言ってるんですけど、どういうことですか？あの民間の取り組みなので、うん、保育園とか。 放課後児童クラブとか学校の並びで考えるよりはカレー屋さんとか農家の並びでで考えた方がいいんんすよカレー屋さって日本風のカレーを800円で出してるカレー屋もあればインド風のカレーを1,500円で出してるカレー屋さんもあるじゃないですかどっちが本当のカレー屋なんだって誰も言わないですよねどっちもカレー屋ですよね。 農家さんもそうで大根だけ作ってる農家さんもいれば、うん、大根人参お米なんだなんだなんだっていっぱい作ってる農家さんもいて、うん、どっちが本当の農家なんだあのいっぱいあってわからないって言わないじゃないですか誰もそこはこういう農家なんだな、うん、ここはこういうカレー屋なんだな、うん、っていうだけですよね。うんうん、子もも食堂も同じじででですす民間ののの方たちちが杉崎さんはじめととして一一人一人自分リリススクとリソースで立ち上げるものですから、うん バリエーションがあった当り前むしろバリエーションががあった方いい、うん、そういう意味でいろんな子ども食堂、まあ、5,000箇所ありますが、うん、5,000箇所あれば5,000通りの子ども食堂がある、うん、カレー屋も一軒一軒違うようにですねうん、うん、でそれが、まあ、民間で自発的にやることの普通ってことでも子ども食堂を見ていくとじゃあその地域がよくわかるってことになっていくんですかね あのー、地域性を反映してることもあるけれども例えばまあ,あそれこそ田舎町になんかものすごいおしゃれなカレー屋さんがあってもいいようにですね別に地域性に必ずしもあのー。 なじまないっていうか、とんがった子供食堂も、中にはありますよね。印象的なのありますか。いや、本当にいろいろですけど。一度、あの、一回の開催で八百人来るっていう子供食堂ありましたね。そういう巨大子供食堂もあれば。あの、もう三人だけ。この三人がもう、家族丸ごと、そのご家族も含めて。あの、がっつり、まあ。 面倒を見るっていうかお世話するっていうかねあの何があっても対応していくっていう,うん、うん、そういうところもあるし、うん、まあ月に1回とかしかやってない子ども食堂もあれば、うん、365日正月元旦も含めて 1>,、うんえー、1日も休みなく年中無休でやってるって子ども食堂もありますねえそんな子ども食堂もあるんですかありますありますすごいなでも 今コロナあのね本を読ませてもらいましたけどもね「はいうん、密になったらいかんよ」というコロナ、うん、密を作るためにやってたんだという岩瀬さんの本の中の言葉が印象的でしたですよ。うんうん、ありがとうございます、うんまあ、なかなかあの、うん、コロナ禍でね、うん、まあ不要不急の会食は避けた方がいいじゃないですか。 でも学校とか保育園はやってるじゃないですかスーパーもやってる要すに暮らしに欠かせないものはやってるんですよね今でも子ど食堂はっっちかてことですよね私たちはやっぱり子どもの居場所って子どもの育ちとか暮らしに不可欠だと思うのでもう保育園がやってるなら子ども食堂もやっていいんじゃないかと思ってるんですけど皆さんが同じように考えてくれるわけじゃないので。うん ここがねなかなかな難しいとるほどす今日はあの人とつながる地域とつながるってことですけどやはりつながる「つながるつながり」っていうのはどうですか家康さん。いやあの、まあ、東日本2010年代って東日本大震災で始まってコロナで終わったじゃないですか。うん、その間毎年のように大きな災害があってね、まあ、今年もありましたけど。うんうんうん なんかまあ私たちってもうなんか非常時と隣り合わせの暮らしなんですよね非常時ってやっぱつながりを大事に感じる時だと思うんですよ、うん、だって今日一緒に飯食ってた人は明日食えないかもしれない今日会ってた人が明日から会えなくなっちゃうかもしれないわけですからうん、うん、コロナもまさにそうですけどうん、うん、でそういう意味で言うとなんか今あるつながりって大事だなとか、うん 人とそのつながってることって大事だなっていうことをまあ私たち結構繰り返し繰り返し痛感するっていう経験をこの10年やってきてしかも客観的な状況はどんどん離れてってるまあ人も少なくなってきてるしあの人の人の関係も薄まってきてるし。 っていうことで考えると、やっぱなんとかつながり続けるっていう子ども食堂の人たちの奮闘ぶりは、ある意味時代を象徴してるんじゃないかと思ってんですよね。うんうん、すごいパワーですよね、皆さん。すごい。いや、たくましい。まあ、杉崎さんとか見てればわかると思いますけど、たくましいです。わかる。うんうん、たくましいですよ、とにかく。うん、でもこの杉崎さんのようにたくましい方のじゃあ後もこうみんな育ってもらわなきゃいけないっていう杉崎さんがいつも話されますが。うん いやまさにまあ、杉崎さんみたいな人が何人いるかっていう問題はありますが、うん、でもあの子ども食堂に関してはですね本当に皆さんあのやりたいというお気持ちを持ってらっしゃる方が、うん、全国に本当にたくさんいるんです、うん、なのでこれまあのまだまだ増えると私は思っていて。うんうん、あのー ちゃんと世の中がそれいいことなんじゃないってみんなが歓迎してくれる雰囲気ができればできるだけああやりたかった自分実はそういう場所を作りたかったんだっていう言い出す人がももっっととと増える思いますねこれからの子ども食堂がどうなっていくのかやっぱり大切なことですもんね地域が寂しくなってきてるので名前は何でもいいんですよ。子ども食堂は出会ってもいいし名前は何でもいいんですけどカレー屋さんだっていろんな名前つけますよね。 同じで、名前は何でもいいんですがああやってこう人が交流して子供がお年寄りと関わったりお年寄りが子供と関わることで張り合い持ったりお母さんがほっとしたりなんかそういうような場がやっぱ全国各地に普通にあるっていうねこれはあの私たち通学路の見守りぐらい普通にって言ってるんですけど登下校中の子供の見守りやってくれる人って今いっぱいいてねなんかもうあんまり特別な感じしないじゃないですか。 今日もご苦労様です。みたいな感じですよね。うん、あれぐらい普通になったらいいと思ってます。なるほど。どれぐらいにしたいんですか？全国に。あのま、ずは2025年までに2万箇所うん。はい、これ、全部の小学校区に1個あるっていう状態、うんうん、ですけど、まあ本当は10万ぐらいあったらいいなと思いますけどね。みんなでね、えー、本当はあのこれからもどうぞよろしくお願いしたいと思います。はい、ゆうさん、誠さんでした。どうもありがとうございました。 とということですね、はい、私もずっと本とかいろんなテレビで見たことありますけど、はいろいろやっぱりんかバイタリーって言ってんですか力があると思いますけどあす、ね、さあ,あの今日はですね「中日新聞のウェブ特番」ということで、うん、子ども食堂についていろいろ考えてね、うん、坪井さんもあれですかねお別れになりますかね、はい、あの飯尾さんにやはりここは話をはい。はいはい お聞きしたいいと思います尾さん、はいはい、これまで聞かれて最初から最後までこうしていただて一部二部三部と。はい、いやあのね、えー、実はね3年ほど前でしたっけあの杉崎さんとね、えー、子どもの貧困についての座談会をご一緒させていただいたことがあって、はい、その時にね学あのここで学習支援やっておられて。 今ででもやってるんですか無料塾っていう名古屋市の学,学習支援をやっていた <laughs>、えー、本田直子さんが、えー、その子ども食堂を始めるにあたって、まあ、ちょっと初めてしばらくたってなんですけれどもね子ども食堂をや運営しているうちにね、えー 子ども食堂に来る子どもたちが背負っているものが見えてくるとおっしゃったのでその時の言葉が非常に印象的その言葉が非常に印象的だったんですよね。でそれから3年経ってでその子ども食堂がこういうふうに増えてきて子どもだけではなくって母親家庭父親もそうですけれども地域や社会が背負ってくるものが見えてきたと。じゃあそれをか誰が解決するかって言ったら。 我々自身なんですよね、うんえー、これはもう福祉の問題ではなくって、えー、我々自身が解決するべき問題我々自身に返ってくる問題、うん、自分事だっていうことが、えー、分かってきたんですよねでそれをそのじゃあなその大元は何かって言ったらその貧困が生み出す分断っていうそういうテーマだったんですけどね。各分断格差でその格差が連鎖するというか続いていってしまうっていう。 もねその格差分断を生み出すっていう意味において、そのコロナってすっごくと象徴的だと思うんですよ、ねうん、コロナがあって初めてつながりの大切さっていうものがさらに浮き彫りになった。うん、さあどうするかっていうところですよね。うんうん、でこれは、えー、岩さんがおっしゃってたように、えー、基本的にはねこの間ちょっとあの小学校のある 校長先生とお話をしてて名古屋市内のね、えー、コロナになって初めてその休校になりましたよね、えー、コロナ禍になって初めて学そう校長あ副校長だったかな副校長先生が、えー、学校で人が集まることの学校に人が集まること教室に人が集まること子どもたちが集まること教師と一緒に集まることの大切さっていうのが見えてきた、うん、初めて分かったうん、うん、理解したって。 えだからこそ我々が今やるべきことっていうのは学びを止めないに尽きるんだって、うん、学びを止めないだから子ども食堂を止めないっていうことがものすごく今大事なことで、うんえー、だコロナ禍に打ち勝つためにも大切なことで,でそれにはどうしたらいいかっていうとやはり工夫。 ですよね今日さまざまな人たちがその食べ物だけではなくってつながりを維持する工夫っていうのをお話しいただいたでそれに対して大村知事も行政として支援するまずはあの現場の人たちが自分たちのためにその地域を守るためにその工夫を凝らしでそれでできない部分を行政が支援するという、うん、方程式を確立することだと思うんですよね。うんえー それは何かというと全てその地域のため自分自身のたためめ自自分身だからね僕ねその防災防災じゃなくて東日本大震災のテーマにした、はい、このウェブイベントの後に、うん、子ども食堂を持ってきたっていうのは非常にね象徴的だと思うんですよ。地域という話はね、はい、ありましたけど、はいはい、ねあの東北の震災とか阪神・淡路なんかは地域が壊れたんですよ、はい、あれによって。うん でその地域が壊れた時にどれだけみんな困ったか悲しかったか寂しかったかということで、まあ、その地域づくりが始まってるわけですが僕らは壊れてないんですよ、うんうん、震災とかなんかで壊れてないのに地域政治がだんだんなくなっていってるところに僕は子ども食堂っていうのが一つの大きな力になんますね。本当にあの、うん、矢野さんさんっっっきおっしゃってたけれども、うん 矢野さんも僕も子供の頃、その商店街でなくても、その田舎育ちの僕でも当たり前だったことなんですよ。当たり前にやってたから、そんなことやったっけなんでしょう。うんうん、その地,地域の子供たちを地域で守るのは当たり前だったんだ。うん、でおせっかいも焼くし、うん、おこごとも言うし。で、その代わり、いつの間にか隣の子がう。あの、うちの食卓に混ざって、ご飯食べてるみたいなことは日常、うんうん、日常だったんですよ、ね。はいはい、だから、この新しい。 あの地域づくりじゃないんですよそ。地域再生の拠点のそのまた足がかりに子ども食堂ってなると思う。うん、私ね、うん、空見たかって思ったんですよ。うんうん、だってやっぱりそれを感じてその良さを知っていてねそれがなんかじゃあ福祉の人だけに任せとこう行政だけに任せとこうってなんかね、うん、そんな風に思ってたのがもう震災があったりでこうやって子どもたちがだって。 あの人に挨拶したらいかんよっていうねそのさっき言った近所でもねだ誰もいかんいかん危ない危ないってそんなことしたらどうなるんだろうと思った時にそら皆さんが立ち上がってねこうじゃあで,できるよってこの力をね今私たちは学ばなきゃいけないと思います。すごいいいいののは先ほどもボランティアの方々ががが若者たたちがいっぱいいたでしょ、うん、学生さんがこれ もう私ねあの子ども食堂って優しさと強さの人たちだと思ってるんですよ。それをマダムドンはあの若者たちがここで学べばいいじゃんってもう自分たちが気が付いてきてるんですよ。でこの人たちに学んでこの人たちの背中見せてもらってで僕らもできることっていう。 これは素晴らしい活動だなと思ってますこれ自分のものなんですよね地域ってのは今過ごしている地域もふるさともそうですけど自分のものなのでそれを意識すれば自分で守ろうとするのは当たり前なんですよね。でその地域の子どもたちを守るんじゃなくて一緒に楽しく暮らしていくにはどうしたらいいかっていうのを考えるのは当たり前のことなんですよだから杉崎さんのやっておられることって悪いけど全然特別感がない。うん 普通にやっておられる。るだから普通に入ってこられる。その当たり前がみんなわからないかんってことですよね。うん、当たり前だよ、子ども食堂はってことですね。えーえーえー、だから、ね、ちょっとね、お便りをご紹介したいと思いますけれども、正明さんという豊橋の男性六十代の方、食を通じて子どもたちの幸せを願い、愛、思いを形にする素晴らしい取り組みだと思います。この子ども食堂に対する思いです。うん、この人、私は鍵っ子でした。うん 片栗粉を水に溶かして、えー、熱湯を注ぎ砂糖を入れてかき混ぜてクラゲのようなゼリー状の食べ物ができます腹が減ればそれをよく一人で作り食べていました今は食にあふれかっこ本当に豊かな時代になったのかは分かりませんが過去こ閉じる。 の地域のすべての人に居場所を与えてくれる憩いの場と思います共に生きる原点だと思いますここにも地域という言葉がねこの人出てきましたそれから慶子さんというのは西洋の60代の女性です現在各地域に立派なコミュニティセンター 昔は公民館と言ってま公もコミュニティー線が設置されており主に大人の趣味活動に活用されていますですが一部の方たちだけの利用ではもったいないヨーロッパにあるような地域の方々が気軽に集まれて食事や会話を楽しんだりできるような地域に根ざした交流の場がほぼありません。ここに非営利目的で材料調調達もも理者も 地域の方々で運営される地産地消の子ども食堂ができるならこの子ども食堂をコアに地域の交流高齢者の固植防止効果安らぎの場などと相乗効果も期待されますぜひご一行していただきたいですここにも地域の交流という言葉が出てきております続いてのお便りは風民さんこの方は豊山町40代の方ですが、はい 私は子ども食堂を立ち上げた人間です運営してみて自分自身が変わったことをお伝えしたいと思います子ども食堂を立ち上げて3年になりますスタッフ6名とボランティア20名ほどで運営しています立ち上げるまで他の子ども食堂の視察にたくさん足を運んだり ご理解ごご協力ご寄付の提供をいただくために「10件以上プレゼンしました」関心を持っってもららえず何かあったら協力しますという声が多かったですところが報道や新聞などに子ども食堂の記事が取り上げられるようになってから地元で子ども食堂があることに関心を持ってもらえるようになりました。うーん 私も毎日名刺を持ち歩き、つながりたいと思う人には積極的に挨拶するようにもなりました。そんな日々が過ぎ、ふと振り返ると、地元の人はもちろん、他の市町村のつながりがかなり広くなっていました。子どもと地域のつながりを提供する豊山虹色食堂は、立ち上げた私までいろんな人とつながったことに感謝です。 人と人がつながる幸せ一人でも多く増えるようにこれからも続けていきたいと思います。こういういお便り ね、これやっぱ新聞の力もここではねあの可視化のツールですからそれをあの現状を見ていただくことによって例えばその子どもの貧困について考えていただくでそこから、えー、皆さんは行動を引き出していきたいというそういう願いを持ってやってるわけなんですけどもねまたそれもいいのかと思ったりしますけれど,、ね、どもね食堂を実際にやられた方の言葉を一緒にあの杉崎さんと聞きましたけども。はい いかがだったでしょうか、はい。皆さんにメッセージありますか。はい。あの子供食堂はこう買ってなかった日本の中で、今まで日本では誰かが温度を取ってそれに従って何かを始めるとか始めなきゃやらなきゃっていうような活動が圧倒的だったんですね。で子供食堂はそうじゃないです。地域の方たちで何人かがこんなことやりたいねって思ったことを何人かのグループで任意で。 自分たちでやりたいようにやるっていうこの自主性ですね主体性っていうのがすごく大事なことでそのことが結局は多様性を生み居心地のいい場所になっていってるのではないかなと思うんですねそれが今これだけ5000とか増えてきたっていうことだと思っていますで、本当に新しい成熟した民主主義の社会の中で 生まれてきた草の根からさまざまな活動が芽生えていく始まりなんだろうとそういうふうに私は思っています。で、子ども食堂そのものは本当に地域の中であの飲食会社だけが支援するとかねそういうものではないと思います。いろんな形で企業も応援できるツールはいっぱいあります。で、本当に私たちもたくさんのご支援をいただいてるんですが今。 SDGs っていうことであの企業も大変あの関心を持ってくださってい,るいますでさまざまな支援の仕方がありますので是非社員の方をボランティアに出してくださるとかね、うん、何かこう IT 会社だったら何かあのホームページとかそういうものの作り方を教えてくださるとかいろんな支援の仕方があるっていうことで是非子ども食堂に企業の方たちも関心を持って 支援の手を差し伸べてくださると嬉しいなと思っておりますし。ねはい あの杉崎さんね、はい、あのちょっとへ,へりくだって支援とおっしゃってるんですけれども、はい、これ、参加なんですよね、参加ですね子どもたちの居,場居心地のいい場所を作るっていうことは、自分たちの居心地のいい場所になっていくわけですから、それをみんなで主体的に作れるって、<laughs> こんな楽しいことないじゃないですか、本当にそう、守りたい、うん、守る人ってね、これ、どっちもがやっぱり勇気になるしね、うんうん、すごくこうやっぱり心が豊かになることであるというふうに思いますし、ちょっとあのおさらいいいですか。ももちろん支援もしていただきますそれから、ね たまに顔を出したお手伝いもいいです誰が来てもいいですこれ子ども食堂はじゃあ食べられない子だけのところではなくね福祉のことだけでもなくみんなが誰でも来ていいってことですよねはいそうですあの全ての人にどうぞあなたの居場所です、うん、っていうその温かさ 包摂感これが一番大事な個性だと思っていそれと子ども食堂にだしねチコチコ行って思ったことはあの子どもたちももちろんそこに食べに行くんだけどいやお料理好きな子は作ればいいしなんかこうやってお茶碗家では洗わん子が洗っとりながら隣におるおばさんに相談したりするんですよ <laughs> しゃべれん子がお米のこう数を数えながらちょっと話をしたりするというねだから役割っていうのをどっか自分たちで見つけて それでなんかいやなでもいいんですねはい、はい、あの老人会なんかわしは生きたないっていうねあのなんかいろいろ決め事をされるでっていうね私うちの近所のおばちゃんが子供仕事がったら自分の役割でまあ偉かったらまあ帰ってくるけどっていうだそういう自由でゆるいですねとてもゆいです,、ね、いですあの強制してねさあ一緒にこれやりましょうとかそういうことは。 ほとんどありません、うん、やっぱり一人一人が来て居心地のいいように干渉もされないでご飯をみんなで食べて、うん、ごちそうさまって言って帰っていくような場所ですからおしゃべりをしなきゃいけないわけじゃないですしそのままあるがまま過ごせる場所です、うん、はい、あの坪井さん二、はい、回目もこれ考えることできましたね本当ですよねあの本当に僕と今ご覧になってる皆さんとね割と意識が同じでうん。 最初は子供食堂って何だろうというとといこですよ、うんうん、それをまず理解すること子ども食堂ってどんなもんだろう、うん、なぜ起こってきたんだろうということでさっき杉崎さんのね話じゃないけどもあ居場所なんだということでじゃあ僕たちはそれをどうして関わっていくんだろうというところまでこうなんとなく行けた。 気がしましたですよ。そう,ですね、うん理解そして僕たちはどうする。 いうところだと思います。なんか今こうやりたくてうずうずしてきた人たちもおるかもしれない。<laughs> いそしてね必ず私たちにで、うん、私にできることがある場所なんです。うん、そうですね。うん、私のし私自身のために。うん、私はあのゆるいつながりでいいんだなっていうことにちょっと安心をしながら、うん、で,でもみんなでつながって、うんはい、そしてこうねやっていけたらいいかなって、うん、今日も勉強になりました。はい。ね、ということでね。